すげえ、サニーと近くからホジさんが、あ、まあ、レッタージが、調査室で会議をして、軌道に乗らず閉店ガラガラになったことは聞いたことありますか？調査室で会議をして、軌道に乗らず閉店ガラガラになった方は聞いたことありますか？開業してからっていうのは、正直あんまり、聞いたことないです。っていうのも、僕まだ開業して、4年目なんで、要は僕以降に開業した人になってくるじゃないですか。開業したスタートから知ってるようになってくると。で、あんまりその開業したての人と仲良くなるタイミングって少なくて、昔は、その、飲み会とか交流会とか、その会がやってることがあったりするんで、そこで知り合うことがあったんですけど、今やっぱりこれね、コロナがあって、そういうイベントもないんで、開業したてですっていう人と会うことがほとんどないのと、あとまあその、そういった人たちってあんま表に出てこない人が多いんで、要はそういったこう人の集まりとか調査士の集まり嫌うっていう人もいるんで、要はそういう人らがうまくいってるのかいまいちなのかっていうのはわからないですよね。なので開業してから軌道に乗らずっていう方は聞いたことない、聞いたことないっていうか、まあ噂では聞くことはありますけど、直接見たことはないですね。はい、ただ軌道に乗らずっていうよりかは、直接僕が見たケースで言うと、ちょっと大阪では無理やっていうので遠方に行かれた方とかで廃業した、まあ、廃業って言わないんですけど、まあ大阪で廃業したことしてますけど、ちょっと実家に帰って調査しやるっていう人は知ってますかね。